おいっすまた原稿アルモさん笑顔の人カンカン。熊田正史やないぼだ。ナイスー。めちゃくちゃ暑くないですか。いや、わかる。わかる。めっちゃ暑いですよね。夏は夏。明日寒いらしいですよ。マジかよ。意味わかんないよ、もう。明日今日より15度。欲しいものリストにバルミューダの扇風機入れようぜ。バルミューダの扇風機。バルミューダって何？ダイソンじゃないの？バルミューダはちなみに、そういうなんかちょっとおしゃれな家電メーカーなんですけど、いきなりスマホを作り出して、しかも値段の割にスペックが低いっていうことで、まあ、炎上というか、ちょっと YouTube、なんかガジェット系の皆さんの間で騒ぎになったやつですね。まあでもあれは本当に広告的にうまかったなと思いますっていうただの雑談です。ナイスナイス。剣士が人外だったら今の戻ってきてキルしてと。ならこのことでしょ。うん。そんな怪しかったんだ。じゃないとも多分キルできるけどキルしなかったと。あげあげからのチキか。ドア閉まってなかったらまあこのルートでいいかな。おい、もう。かなさん、はたさこさん。展望の配電盤前で工藤丸さんが死んでいて、展望から出ていくガミさんとすれ違ってレポートします。ああ、いや、ガミそこいないですね。貨物脇ですよ。あ、じゃあもう自身で絶対に嘘をついてます。でも貨物脇ね、あの源さんと初そこね、で魚行ったよね最後。だから言いましたね、魚さん。だから見てるところは見てないからまあ、強靭もワンチャンあるかもしれないです。釣り毒やろ。うん。それはさすがに。え、でも、魚さん、僕、エンジン脇ですよ。え？みんな脇ちゃう。ちょっと待って、停電中に一緒にメインからシャワーに入った人って誰？あ、藤宮。あ、藤宮さんか、それくどまれやと思ってた。あの、ガミちゃんは貨物脇で初め覚えで行ってたんで、展望デッキまで行くのがちょっとよくわかんないです。ガミさんね、ここね、ぶち切れると意外といいかもしれない。これは確かにあるかも。もうリフスをしとけば。シェリフです。うん、あ、黒確定してしまった。早くシェリフ出てこいよ。いや、出てこい。せめてアプリ出そうとしてるぞ。フィーゾー、あと90秒無駄遣いしますよ。これガミさんなら許されるな。ガミさんなら許される。ガミさん焼け、燃やせ燃やせ。おもろ。ガミガリじゃ負けちゃったわ。負けちゃった。早い。人外の鏡だ。
おいっすまた健康アルモさん。あ、それは無理がありますよ本当に高田さんなの。え、何が住んでる声が、ラウンジの配線にゲンさんの死体があって、そこから立ち去る高田さんを見てしまいました。あー、じゃあアルマだわ。オッケーオッケー。じゃあ、切れた方がな。ハタサコ作るな、ハタサコ。ちょっと、ここは間を取ってハタサコ。あ、僕ね、なんとか、ここは。ハタサコ、射程だ、射程。あそこダメだ、ハタサコ。ハタサコ、作ってください。お願いします。違う、ハタサコ、まだ間に合います。もう一試合。ハタサコなんです。なんとかお願いします。早かった。今回、回り早いね。今日やばい、ね。すいません、おショース行かせてください。僕もトイレ行ってきます。両方見つけちゃった。いや、はたさこ弁当入んの見えたんだけどな。ああ、見えてました、あれ。見えてた。ああ、見えてたんだ。クルーだったら見えないけど、どうだろうと思って、追いかけてた。完全に見えてた。うわ、巨人いたと思って。でももう相方死んでる時にそれになると悲しいですよね。いや、そうなのよ。すいません。あれシェフ誰だったっけ？そうです。おお、あんま関係なかった。初手切る誰だったっけ？そうです。ああ、なるほどな。あ、じゃあ普通にいけたんです。あ、じゃあパチンコ行けたんだ。パチンコ行けたのか。すぐ CO しとけばよかったんだ。すぐ CO してたら。いや、すぐ CO してもダメ。すぐ CO はダメだと思う多分。いやでも一回超移動して切るしたいじゃないですか。まあね。